立憲民主党と国民民主党が合流し新しい立憲民主党が決闘したことを受け静岡県連をあす立ち上げ今月下旬には決闘大会を開くことが決まりました旧立憲民主党の静岡県連はきのう最後の幹事会を開きました幹事会では新しい立憲民主党の静岡県総支部連合会をあす発足し 今月下旬に静岡市内で決闘大会を開くことが決まりました新しい県連の役員人事は決闘大会で承認されますが県連の代表には旧国民民主党から合流した渡辺州衆院議員が就任する見通しですまた決闘大会の前までに地方議員の入党を募るということです新しい政党として 大きな塊になるということがその大きな目的ですので、できるだけ多くの仲間を、同じ考えの仲間を増やしていきたい、まあ、あ決闘大会に向けて、次の衆院選の立候補予定者となる総支部長も決めていく方針です。